はい、皆さんこんにちは。今日は電動インパクトドライバーを買ったので、その紹介と実際に使用してみました。購入したのは両備のインパクトドライバーで、製品仕様はこんな感じになっております。で、右上に DCM のロゴがあるのですが、規定トルクが似たような有名メーカーと比較すると半額以下で買えました。入門機としては最適だと思います。それではね、早速開封していきたいと思います。インパクトドライバーは前から購入したいと思っていましたが、有名メーカーとかだと値段が高く購入をためらっていました。カーマホームセンターに行ったらたまたまこの商品を見つけたので、すぐに店員さんに呼んで詳しいことをお聞きしました。値段が安いのは DCM のロゴが入ってるっていうだけで、性能は似たようなね、規定トルクのものと比べて、だいぶ安くなっております。段ボールに DCM のロゴが入ってるだけで、中身はね、両備のね、ロゴでね、特に DCM のロゴは入ってませんでした。まあね、毎日ね、そんな使うわけじゃないので、充電器はね、1個でいいかなと私は思います。それではね、早速充電していきたいと思います。取り付けは黒い部分を少し持ち上げて、いただければ、しっかりはまります。本格的なね、インパクトドライバーを購入するのは初めてなので、少しね、男心くすぐるような感じでね、ちょっとね、ワクワクしてます。それでは早速性能を見ていきましょう。 LED ライトが付属しているのは暗いところでの作業にとっても役立つと思います。レバーの押し幅によってスピードを調整できます。ね、185Nm のパワーはね、すごいですよね。 LR のボタンを押すことで、左右の回転が切り替えることができます。それではね、続いて、使い勝手の悪い純正コンソールボックスを外していきたいと思います。蓋を開けたところに M6 の 20mm のボルトが2つ付いているのと、ドリンクホルダーのところにも2つ付いています。で、この4本のボルトを外すことでコンソールボックスは取り外すことが可能となっております。で、こちらもカーマホームセンターで実際に購入してきました。値段は645円で、まさかのね、ドンピシャのサイズでしたな。試しに DCM ブランドの折りたたみテーブルを置いてみたのですが、まあ、こんな感じで置いても、まあ、使い勝手は悪くないのかなっていうふうには思います。土台を固定するのに M6 の 40mm の長さのボルトを購入してきました。で、ソケットも一緒に合わせて購入しました。コンソールボックスを置いて油性ペンで一出しし、 M6 のボルトで締めただけです。これでウォークスルー仕様が完成になりました。まあ、狭い駐車場などでね、ドアがなかなか開けられない時もあるので、まあ一応ウォークスルー仕様にしとくことによって、まあ、後ろのスライドドアからね、出れるっていうメリットはあります。土台が安定しているため、テーブルを置いてもしっかりしていますね。で、非常気筒は今後の検討課題となっております。まあ、今後もね、いろいろ、インパクトドライバーを使ってね、自作していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。